どうも、ヒロアスです。今回のテーマはこちら。Unity バージョン多すぎ問題。ということで、Unity でゲーム作り始めるときに、まずは Unity Hub を使って、Unity のエディターをインストール。次にゲームのプロジェクトを作って、作成開始ってなるんですけど、この時に選択肢が多すぎる。LTS、その他のバージョン、ベータ、アルファとか、なんなんだこいつら。結局、どれ使ったらええねんってなった方、たくさんいるのでは。ということで、この動画では、誰がどんなゲーム作るとき、これを選ぶといいよというのを解説したいと思います。これを見れば、もう使うバージョンで迷うことはなくなるでしょう。それでは本日もよろしくお願いします。まず、Unity の始め方を簡単に解説すると、最初に Unity Hub という Unity をダウンロードして管理するためのツールをインストールします。そして Unity Hub を起動したら、左のインストールから Unity をインストールして、プロジェクトからゲームのプロジェクトを作ってゲーム開発開始ですね。最初 Unity Hub 起動しただけだと、まだ Unity は入ってないので、どの Unity を入れるか選ぶ必要があります。左のインストールを選ぶと、今までダウンロードした Unity が見れます。ここで右上のエディターをインストールを選ぶと、どの Unity をインストールするか選べるんですが、これが多すぎる。でも安心してください。一番おすすめのやつに推奨バージョンと書いてます。基本はこれを入れるのが一番安全なのでおすすめです。初心者はこの推奨バージョンを入れましょう。じゃあなんでおすすめあるのにこんなにたくさん選択肢あるかなんですが、ダウンロードできる Unity には簡単に言うと決定版、現行版、使用版の3種類があります。この長期サポート (LTS) って書かれてるのが決定版。下のその他のバージョンが現行版。プレイリリースが使用版です。決定版の LTS は機能の追加をやめてバグ修正に集中しているバージョンです。なので最も安定した動作が期待できますが、今年発表された新機能は入ってません。現行版と使用版は新機能を盛り込んでいってる代わりにバグが取り切れていない可能性があります。その他のバージョン、ベータ、アルファの順に機能が増えつつ不安定になっていきます。じゃあ LTS 一択かというとそうでもなくて、バージョン番号を見てもらうとわかるんですが、2021.3 って書いてあります。つまりこれ、去年の Unity なわけですよ。でも Unity は毎年、どんどん便利な機能が追加されていってる。でもこの LTS は、今年以降に追加された新機能は使えないわけですね。だから、この機能を待ってましたっていう、自分が欲しい機能が、もし今年追加されてた、2022.1 以降を使わないといけないわけです。初心者は推奨バージョンでいいんですが、ある程度 Unity に慣れて、新機能を使ってみたいと思った方は、今年以降の Unity を入れてみましょう。どのバージョンに、どんな機能が入ってるかは、Unity 公式サイトのロードマップを見ると確認できます。ここで自分が気になるジャンルを選ぶと、どのバージョンでどんな新機能が追加されたか確認できます。LTS はこれ。今年最初の 2022.1 ではこれ。ベータ版の 2022.2 では水を表現する機能が入ってるのかとか、リアルな水面が欲しいゲームを作る予定だったら、ちょっとバグ残ってるかもしれないけど、2022.2 試してみようかなとかなるわけですね。あとは今から作るゲームの開発期間で決めるのもありです。例えばリリースが1年後とかだったら LTS で作ると出す頃には一昨年の Unity 使ってることになるし、出す頃には2022が LTS になってるので、今年のやつ使うかちょっとせめてベータ版使うのもありだと思います。アルファ版に関しては本当にただ新機能を試してみたいっていう人だけ使うイメージです。商品開発に使うには危険すぎるのであまりお勧めできません。あとはアセットやプラグインを使う場合も注意が必要です。アセットスターの各アセットのページに Supported Unity Versions という欄、日本語だと対応する Unity バージョンですね。ここに対応してる Unity のバージョンが書かれているので、使おうとしてる Unity のバージョン合ってるか確認しましょう。他社のプラグインを使う場合も、例えば AdMob のプラグインのサイトを見ると、こんな感じで対応バージョン書かれているので、確認してから Unity のバージョンを選びましょう。まとめとしては、基本は推奨バージョン。開発期間が長期、または新機能を使いたいなら今年のバージョン。アルファは実験用。アセットとプラグインの対応バージョンには注意しましょう。ということで今回は Unity バージョン多すぎ問題について解説しました。参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、TikTok もやってるのでぜひフォローお待ちしております。僕も毎回迷うんですけど、個人的には最新機能大好きなので、ベータ版くらいまでは普通に商品開発に使っちゃいますね。でも基本的には LTS 一択だとは思います。見ての通り一番古いの2019年のなんですよ。つまり3年はサポートされるということなので、個人開発ならほぼ途中でサポートを打ち切られるということはないと思います。自分に最適な Unity を選んでゲーム開発スタートしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。他にもゲーム開発やゲーム会社への就職方法に関する動画をたくさん出しているので、ぜひ見てみてください。ではまた。